Well, I finished Nekropara Volume... Not Volume. I finished Nekropara Extra, and here we are, Nekropara Volume 0. Yay! I already gotten all the new achievements in this game. Including Volume 1, 2, and 3. But I don't get to read Akashu's lines in this. Cause why? He doesn't really show up in this at all. Well, mentions are in this game for him, though. Good thing. ショコラ、バニラ、朝ですよ。起きなさい。As you can tell, there are the achievements to pet Shiguri, Chocola, Vanilla, Azuki, Maple, Cinnamon, and Coconut. I'll just pet them. Cute. まだまだ子猫ちゃんたちね。まったく手間がかかるのですから。水月流気象術その32。カッカ総用。こちょ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 。God damn it. That's too funny. Oh, god damn. ご主人様、朝です、朝ですよ。あれ、ご主人いない。覚えたての気象術が不発。あらあら、今日も洋菓子の修行ですかね。ということは、今日はお父様もお母様もいらっしゃらないので、家には私たちだけですね。あらも、じゃあ今日はご飯も自給自足なんだね。1日くらい食べなくても死なないしね。はあ、最近兄様は構ってくれないので、お店の成分が不足して欲求不満です。欲求不満って知ってる？エッチなやつだ。セグレちゃん、朝からエッチだ。You are such a perv. So early in the morning. それほどでもないわよ。このくらい妹のたしなみです。でも布団が暖かい。ご主人が姿を消してからまだそう時間は経ってないもよ。Oh no. どれどれ。ふむ。確かにまだあったかくて、ご主人様の匂いがして気持ちいいにゃん。くん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 、確かにこれはスパイシーな兄様の残りが。
香水にして私が独占したくなりますね。私も仲間外れは寂しい。お布団入る。ねずねず。だぞだぞ。バニラ。枕はショコラのものですよ、シグレちゃん。シーツの素晴らしさがわからないとは。ショコラも青いですね。I'm just surprised Cashew is not coming in and saying like, what the hell are you three doing? 後で新品と交換しておくとしましょう。兄様の魔性の香りが、そうさせて、9時、朝食。メイプルのスーキSorry. Water bricks are great. なんで私がご飯作らなきゃいけないのよ、めんどくさ。んなこと言ったら、なんで私のが作らなきゃいけねえんだよ、めんどくせえ。私家事とかやるキャラじゃないじゃない。優雅にテーブルで待ってる側っていうか。家事はできねえの間違いだろ。他におめえ何ができんだよ。クーネラ遊ぶのニート猫じゃねえか。I'm sorry, but that's funny. That is funny to me. Just pet these two. What was that noise?ごめんなさいね。I'm sorry. Did I just hear a smack on the ass? Or something? No, Marina. 思わず肉球が跳ねちまってよ。やんの？ねえ、やるつもりなの？あたしとやるつもり？ Oh, no. おめえこそやんのか、おい。朝からネチネチイチャモンつきやがって。お、But bitch all morning。 わお。 Oh no。 わお。 Oh no。で、今朝の朝食は猫まんまっと。
マジキロだ。姉ちゃんとアズちゃんじゃしょうがないよね。 And there is Cinnamon. ガラ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 。 I'll just... まあ、用意はしてくれたし。 And classic coconut.Not surprising for those two. I'm sorry, but that's adorable.もたまには悪くねえな。お腹いっぱいだと全てがどうでもよくなるわね。2匹とも、そんな両手両足投げ出して寝転がっては明日ないですよ。しぐれちゃんも3人揃って大の字になって本当の姉妹みたいだね。なっちゃん？え？ああごめん、洗い物に集中してて。ほら、私不器用だから気をつけないとすぐに。It's harsh. なっちゃんはパワフルな猫だからね。まあ割れたのはアズちゃんのお茶碗だし、問題ないない、大丈夫だよ。次はソフトに頑張ろう。うん、あずきのでよかった。あ、じゃあ次はソフトに、ソフトに。あ、しぐれちゃんのお茶碗。させるか。That reminds me of anime. A little bit. Encore. Cinnamon. Oh no, Cinnamon. Cinnamon, no. Sonia, no. Mezibe to Mezibe じゃ赤ちゃんは赤ちゃんはできないのに。I guess we know how she ended up like this, since Necropara Extra.
私のもフルアちゃん。Kill me。相変わらずバカだな、モンシナのやつは。そうね、バカね、相変わらず。これでこそ、私の愛する猫たちね。ああ、help。午前11時、緊急お掃除。お掃除の時間。私たちに今日課せられた使命は廊下の拭き掃除。面倒だけど頑張る。なんだこれ、一体何の装置なんだ。へっへっへっへ。 Oh no。 私も見たことないわね。 I believe that's the air freshener。 現物じゃないよね。もしそうならこんな堂々と置いてないだろうし。Is this the air freshener thing? 壁に貼り付けてあるってことは、何か備え付けのものなんでしょうけど。前方に猫だかり発見。場所的におそらくトイレ。みんな何してるんだろう。連れおしっこって聞いたことあるよ。女の子たちがするんだって、きっとそれだよ。 No! Bad chocolate。 ショコラは微妙に間違えた知識を持ってるのが可愛いね。よしよし、いつまでもそのままでいるんだよ。あ、ショコラ、バニラ。何だか知らねえか？あれって、ん？何この置物？知らないよ。 Yep, it's the air freshener。 昨日まではなかったと思うのよね。全裸トイレショーが世の中にバレるじゃねえか。いやー、だからそんな小さい頃の話すんなっつってんでしょ。トイレくらいは今は半裸でできるわよ。どっちにしてもみなずき家の猫の威信に関わるね。Air freshener。 にゃっ、シュってなんか出てにゃ。And yes, the option to press the P button is still an option. Apparently.ですね。
しかしてこれってこの間テレビで見た自動で出る芳香剤ってやつ？あ、僕もじゃない、私も見た。時間が来たり人が通ったりすると反応して芳香剤を出すって。こいつはなかなかの文明品じゃねえか。つまり常にトイレからいい匂いがするってわけか。Yep. うわー、また出た。すごい、すごいよこれ。超便利だよ。My hair is in my face.Just don't stick your face in it. The Suki? Maple? Yep, right in the face.Maybe they'll learn not to do that again. I feel bad for them. But it's still funny as hell. Clean it up all over again. 悲しみの螺旋が何ですって？しぐれちゃん？しぐれ。真面目に掃除をしてるかと思ったら、一体何の騒ぎですか？
これは…メープ。あ、ちげんだって、しぐれ。何が違うって、いろいろとちげんだって。そうよ、別に怒るようなことじゃないのよ。その、やむにやまれぬ事情があって…しぐれ様の笑顔が怖い。僕何もしてないよ。このトイレットペーパーで拘束されるのもまた…Cinnamon, there's something wrong with you of doing that. Minazuki の猫たちが揃いも揃ってこんな集体とは。全員、とりあえず片付けからね。お仕置きは後でもできますし。I'm scared of what kind of punishment she'll come up with. はい。That is scary. That is really scary. Not gonna lie. 午後12時、洗濯物。洗濯物。シナモン、高いところは僕に任せて、洗濯物広げて渡してくれる？うん、ありがとう、なっちゃん。なっちゃんは年下なのに頼りがいがあるな。メイン君だから体が大きいだけだよ。こういう時は便利だけどね。でもシャワーも浴びてさ。Yeah! 濡れたままじゃ一日気持ち悪かったし。You got Cinnamon as a Scottish fold, if you look at her ears and tail. And you got Coconut, which is a Maine Coon, because she's a much larger cat breed than any other. That's why she's taller than the other cat girls.It's still adorable. With the eye color, it is so rare to see eye color like that, too. You got Chocolate, a black cat mix, and Vanilla, a white cat mix, Maple, an American curl.And a Suki, a munchkin cat breed. The munchkin cat breed has little short little legs. It's so cute still. そうだね。しぐれ様もあんな装置をトイレにつけるなら一言教えてくれればいいのに。立派な猫なんだから、蝶々くらいで惑わされちゃダメだ。色即是空、空即是色、明鏡止水、油断大敵。僕は大人、僕は大人。気にならない。蝶々なんてヒラヒラしてても、目の前を飛んでても気にならない、気にならない、気にならない。
私のこの手が真っ赤に燃える。蝶々を落とせと轟き叫ぶ。スキのバークのやつ、あずきウィンカー。That does not sound right. Yeah! Oh no. チッ、逃がしたか。次は外さねえぞ。くらいやがれ。金と遊びだけが友達だ。にゃーんぱーっ。あお。ふんぬ、メイン君ごときが何しやがる。いってえじゃねえか。僕のセリフだこのマンチカン。なんでいきなりあんな助走つけて猫パンチするんだよ。Yikes. てめえがそこに突っ立ってんのが悪いんだろうが。でけえ図体と一緒に猫の誇りまでなくしちまったのか。そっちこそ豆痴漢のくせに無理してリーチのない猫パンチ振り回すからだろ。てか、僕がいるんだから避ければいいじゃんか。なんでそのまま突っ込んでくるんだよ。うるせえ、やんのかてめえ。蝶々の前にてめえからぶっ潰すぞ。いいよ、たまにはお灸据えてあげる。ごめんなさいって言うまで関節締め上げるからね。止まらぬあずきちゃんのフットワーク、残像、残像が見えるよ。 Oh no。 あ、でもすぐ捕まったね。そこから流れるような足四の字固めだ。なっちゃんは相手が悪いよね。まあ、あずちゃんが明らかに悪いし仕方ないかな。That's why you don't mess with, coconut. And Asuki doesn't learn. Very much. Oh, damn.Hello, games. Why are you popping up, out of the blue now? Jesus. 元気なのはいいこと。元気があれば何でもできるって聞いたし。ふにゃー。洗濯物を干すことを出しに、兄様のお布団にくるまれるのは極楽。極楽ですにゃー。時が止まってしまえばいいのに。午後1時、昼食。ちょっと油断したらば、うたた寝してしまいましたし、お昼は出前でも取りましょうか。That's not so bad. わーい、ショコラ出前大好き。何にしようかな。はい、メニュー。しなきゃしなきゃとは思ってるんやけどね。
じゃあ私は鍋焼きうどんぬるめで。私はうな重だな。うな重、うなぎ最高。You know, when I think about seafood, it makes me want to have some seafood. Not gonna lie. Like, I don't know, some lobster, tail, shrimp, fish, all that kind of stuff. じゃあ、私は天ざるが食べたいです。冷たいので。私は、あ、じゃあ、カツ丼でお願いします。あら。ココナッツはそれだけでいいの？遠慮しないでいいんですよ。その、じゃあ、天ざるもいいですか？それだけでいいの？ごめんなさい、力うどんも食べたいです。ココナッツはほんとよく食べるわね。 It's coconut! Not cinnamon!じゃ入らないレベルだね。うわあ、筋肉が多いから基礎代謝が多いだけなの。別に泣くことないですよ、ココナッツ。よしよし、一緒に全部大盛りでお願いします。スタイル抜群だし羨ましいよね。胸は私の方が大きいけど。電話したら休みだったのでピザに変更です。 Pizza is great. Pizza is good. I like to have some pizza in my bellyWhat? 午後2時、お出かけ。 This is the fucking chiller every time. Ugh. お出かけ、お出かけ。外は気持ちいいね。ご機嫌なショコラも可愛い。でもご主人様が最近ずっとお出かけに連れて行ってくれないからにゃ。妹の私も全然構ってくれないなんて困った兄様です。はぁ、You're studying hard, girl!どうするのかしらね。旦那様のご機嫌を損ねてもらった。ケーキ屋にでもなるんじゃねえの。だからシコシコ一人で隠れてやってんだろ。Cinnamon. Kashio-san がそんな困ってるなら、シナモンだって。おかずになるくらいならいいのに。God damn it!Okay, that was funny. Oh, God, my... Cinnamon, outside, avoid. Show some restraint, yes! Show some restraint when you're outside, girl! Even if you can't help it. そうですよ。それに、仮に体を張るならば、それは妹である私のお役目ですから。
しぐれ様もお外ですので。Yeah, please. With your major brother complex. Jeez Louise. ここが最近の私のおすすめのお店ね。Wait.この時間はケーキセットがおすすめだから人数分でいいわね。ああ、メイちゃんは本当におしゃれなお店いっぱい知ってるね。そうだね、すごく静かで雰囲気のいいお店だね。さすがは私の猫です。物を見る目がありますね。ラテアート、ラテアートサービスがあるよ。バニララテアート、見たことない。ちょっと見てみたい。そう言うと思って注文しておいたわよ。と、そんなこと言ってる間に来たわね。あら、どうぞ。ああ、ソコラだ。ソコラの似顔絵ラテアートだ。すごい。こっちは私。すごい、これは芸術。末っ子たちだからね。たまにはサービスよ。そのメープル、その僕もその大丈夫よ。ココナツも食いつくだろうと思って頼んであるから。ほら届いたわよ。優しい。ありがとう、嬉しい。キュートそんなにはしゃいじゃって。ココナツもまだまだ子供ね。タカビーのアメリカンカールにもいいとこあんじゃねえか。あら、メイプルは優しいですよ。私もメイちゃんが優しいのを知ってるけどね。何よそんな、こんなことくらいで。まあラテアートもいいけど、せっかくのコーヒーなんだから冷めないうちに飲まないとダメよ。ここはコーヒーも美味しいんだからちゃんと味わってね。Uh-oh. はーい、いただきます。Uh-oh. Whatcha! Ow. Oh, I feel bad for those three. Oof. Eee. Youch. Gogo Yoshi. Bangohan.Oh, wait a minute. お口の中が痛いよ。まだ舌がヒリヒリする。氷もらってきたから口の中でペロペロするといいよ。はい。That reminds me of something. Reddo. The reddo noise means licking.
pretty much. That's what it sounds like when they're licking or sucking on a lollipop, candy, you know. It's just because they burn their tongues, they burn their mouths. What else you want from them? Oh god, we've got another strange one. that's fine. The smell of food that you smell, Suki. Yeah, curry. I want some curry. Have I had curry? I don't think I never had curry before. She was about to say sexuality. Bad cinnamon. Well, it's salty. そうだね。不思議と何杯でも食べれちゃうんだよね。飲み物って言われても分かる気がするよ。それはココナッツかブラックホールだからね。Right. じゃあ、今晩はみんなでカレーを作りましょうか。食材を買って帰って。That's a bad idea. Sakura が作るって、本当に料理スキルなんてあったっけ？壊滅的というか、むしろ台所に立ってる記憶がないよね。てか、Sakuraはひらがなとカタカナしか読めないんだから、レシピがあっても読めねえだろ。Yeah.Don't let chocolate cook. 大丈夫です。この間キテレツ超百科の歌で覚えました。あれはコロッケだって説明したよね、3回くらい。I like how Coconut is just mentioning that to Chocolate right now with the look of her eyes. My god.I wish I could zoom in on that. It is so funny. みんなで。Yeah, that's a great idea. そうですね。それがいいと思います。え？大丈夫だよ。だから頑張る。
朝食に引き続き面倒だけど、たまにのことだし仕方ないわね。まあ晩飯抜きはきちいからな。ごめんよショコラ、ご飯だけは、ご飯だけは譲れないんだ。 Anything but the food。 なんで？なんでみんな？ショコラ、今度感じ一緒に勉強しようね。shit. That's funny. Gogo Goshi Bangohan Kakko Kare Seisaku Hen. I share your message, Ray. I share your message.I remember in the old playthrough, I don't know why, but I remember in the older playthrough of Volume Zero. Ooh, Militia! CS Militia of Counter-Strike.For Counter-Strike Global Offensive, now got an official snowy version. Nice. Very nice. なんだよこれ、このジャガイモ全然皮がむけねえじゃねえか、この包茎が。Cinnamon. Cinnamon. それ食べ物だからそういうのやめてくれる？本当にもう、シナモンはいつもそんなことばっかり言うんだから。It's not our thought.It's not her fault of thinking dirty. Nani, nani? どういうこと？何がどうしたの？ Chocolate juice. Chocolate にはまだ早かったね。よしよし。こっちで私と一緒に人参の皮でも剥こう。ネギすごい染みて、前が見えない。ああしぐれ様、そんなに手を玉ねぎ汁まみれにされて。そんなの言ってくだされば私がやりますから、洗面所に目と手を洗いに行きましょう。さあ手をこちらに。ごめんなさいね、ココナッツ。じゃあ、お言葉に甘えて手を。いやー！玉ねぎが、玉ねぎ汁が直接食べるシメズ！うわー！ Yep. Yep. That's how onions are. especially I bit into a garlic, raw before, and it just tasted bad.I don't know why I did that. I don't know why. ごめんね、ココナッツ。わざとじゃなくて、前が見えなかったのです。大丈夫？
Yikes. Ninjin! Ninjin! Ninjin no kawamuki tanoshii na! I don't know about that. Chokora wa nai desu ne. Sonna chokora, haishiteru.私たちで作っちゃおっか。じゃないとまともなものできそうにないし。ギョイに私めにお任せあれ。I kinda like Vanilla being the smart one.午後6時、カショウさん帰宅。Hey! いい匂いがしてきたにゃ。みんなで作ったカレー楽しみだにゃ。作ったの、ほとんど私とバニラだけどね。基本的に仕方ない。まともなご飯が食べれそうでよかった。にゃっ、この玄関の開く音、ご主人様にゃ、ご主人様のお帰りにゃ。ココちゃん、ちょっとお出迎えに行ってくるから、カレーの見張り番お願いしてもいいかにゃ。いいよ、行ってらっしゃい。そんなに尻尾ピーンと立てて、本当にショコラはカショウ様が大好きで仕方ないんだね。うん、ショコラはご主人様が大好きなのです。それではご主人様のお出迎え行ってきますにゃ。 And there goes ショコラ。おかえりなさいませ兄様。今日は私が作ったカレーですよ。ぜひぜひご賞味あれ。うにゃ、しぐれちゃんにもう先を越されてる。しぐれはむしろドアが開く前から玄関に走ってってた。 That's called breaking the fourth wall, Vanilla.At least you broke the fourth wall a little bit. しぐれの過小センサーはバネーからな。Why is it called a sensor? この間はお部屋で、兄様が私を呼んでいますって言ったら電話が鳴ったりしてたしね。そこまで行くとさすがにキモいわね。Yeah, that is very creepy. Thank you. もうすぐ追い返されてくると思うし、ご飯の準備しよっか。Oh, my legs are... そうね、そうしましょう。そんな釣れない。晩ご飯ご一緒に。あわよくばお背中もお流しいたしますわ。ショコラも一緒にお風呂入ります。ご主人様はショコラの背中を洗ってください。those two, oh my lord.I'm just surprised Chocla did not develop the cashew sensor. The cashew sensor array for her nose of catching cashew's scent before he walks through the door. My god.
I do feel bad for Casho. 午後7時、晩ご飯、かっこ、お片付け。お片付け。ご主人様がカレー褒めてくれました。 Well, Chocolate, you really did not really make it on your own. Oh my god, the innocence of Chocolate never surprises me. Chocolate is happy, and I'm happy.人参の皮むきだけで作った気になれちゃうのがショコラよね。ひねくれたどっかのアメリカンカールとは大違いだよな。 Oh god Asuki、 やんの？またやんの？やんのかやんのか、デザートにしちまうぞ。でも、カショウさんも最近とっても忙しそうですね。そうだね。あんまり家でゆっくりしてるところも見ないもんね。もしかして、実は彼女ができたんじゃ。Oh shit!バカな。しぐれ様、大丈夫ですか？お怪我は？恋人なんて、我が家の猫たちならまだしも、他の女に兄様が、そんな。おいおい、しぐれ大丈夫か？顔がマリンブルーになってんだけど。シナモン、なんてこと言うんだ。そんな滅多なことシグレ様の前で口にしたらダメじゃないか。ごめんなさい、つい思ったことが口に出ちゃって。そんなバカなことが。周りには私のようなけなげな妹と英才教育を施した最高の猫たちがいるのに。 Yikes, Shigure, should be, scary at all. I'm just glad that my little sister does not act like this. I'm just glad.あ、そうか。諸行無常。乗車必須の断り。恋人がいるなら破局だってあり得ること。血のつながった妹は未来永劫でも、恋人にはいずれ別れは来るもの。それが多少早まるくらいあり得る。十分にあり得ることです。手段など選ばなければ。そうです、相手方に偶然私の写メでも送りつけてしまえば。That's just... 普通に妹の写メで終わりじゃない？メイプル！メイプルは誰の味方ですか？今度買ってあげるって言った最新 iPhone はなしです！いやー！横暴！なんて理不尽なの！じゃあシナモンの自慢の巨乳でも送ればいいじゃない。そっちの方が効果的でしょ。そにゃん、私の恥ずかしい画像がネットの海を永遠に漂流するのはやりすぎです。だったらアズちゃんの方が見た目的に犯罪集がして効果的だと思うのですよ。犯罪臭ってなんだてめえ。私はお前より年上だぞ、このおっぱいキャットが。Oh my god。ないない。あずき程度なら私と大差ないですし。
ね。普段そんなこと言わねえくせに、実は裏でそんなこと思って嫌がったのか。ならばいっそシナモンとココナツのダブル巨乳で乱交のフェイクなら。Oh no. 僕無関係なのにひどい、ひどいです、シグレ様。 That is quite terrible. That's quite terrible. アビ教官、混乱した人は恐ろしい。あれ、ショコラ？ショコラがいない。あ、まさかショコラまでショックで家出とか。ノー。ご主人様、彼女とかいないですって。はーい、よかった。おお、私が右往左往している間に現に恐ろしきパンドラの箱をこうも簡単に開けに行くとは。ショコラ、恐ろしい子。さすがはショコラ、無邪気で素直な行動力で右に出る者などいない。 Well, at least, Chocola saved them from their agony. まあ、ともかく一件落着でよかったよかった。シグレの野郎、本音はあれか。飼い主でも油断ならねえ。ハハハ。That freaking stare. Oh my god. Shit. いくら M でも限度があるよ。Oh god, Cinnamon. It's funny as hell, though. まさかあんな飛び火するなんて。修正を誓ったのは僕だけど、僕なんだけど。ご機嫌損ねたらすぐに救済センサーになって。今後こういう時は気をつけないと。猫たちに深いトラウマが。 Yikes. Yeah, that can happen. どうしたのこのクッキー。トラと馬がどうしたの。うんうん、ショコラは素敵だね。いつまでもそのままでいよう。 I think I'm gonna finish this soon.よくわからないけど、ショコラはいつも元気だから大丈夫だよ。そうだね、大丈夫大丈夫。さあ、片付けしちゃおう。みんなそのうち元に戻るし。はーい、お手伝いします。My hand itch. 午後8時、食休み、食休み、かっこテレビ編、テレビ編。Okay, I am gonna leave it here. Anyways, thank you all for watching. Oh my, I forgot all about this.Well, shit, let me just delete some saves here. Google 8時、食休み、食休み、かっこテレビ編、かっこテレビ編。バニラテレビ見て、ゾウさんだ、
バンナすげえ。これは猫科の血が騒ぐぜ。ケチだ、ガゼルなんか一撃で仕留めろ。そこだ。広いし怖い動物いっぱいだし、こんなところで生きていける気がしないな。私は水無月家の家猫でよかった。でも僕もこんなところで思いっきり体を動かしてみたいな。気持ちいいんだろうな。じゃあその通りにみんなで行きましょうか。サバンナの野生動物が見れるツアーもあるって言ってましたし。使わないところなんてないよ。行くならハワイかラスベガスがいいわ。あ、今度は海の動物だ。シャチが、バニラの好きなシャチが出てる。おお、シャチマジでかっこいい。ないかな、シロナガスクジラ。猫背を1回くらい生で見てみたい。お、魚だ。次は魚特集か。クロマグロ、おっきいですね。すごい美味しそう。イワシの群れもすごい綺麗で美味しそうだよ。こんなにいたら食べ放題なんだろうな。新鮮な魚を生で食べるのっていいわよね。マンボウって食べれるらしいよ。欲しいのかな。南の方だと普通に売ってるらしいし、食べてみたいね。やっぱり猫には魚は餌に見えるんですね。さあさあ、ぼちぼちお風呂に入りますからテレビは終わりですよ。はーい。8時30分、お風呂。誰だ、風呂こんなに熱くしたやつは。風呂はぬるめって昔から相場が決まってんだろうね。何言ってんのよ。お風呂は熱くなきゃ気持ちよくないじゃない。一日の最後って感じでいいわ。最近ご主人様がお風呂も一緒に入ってくれなくなったよね。なんでだろう。からだよ。なになに、それはショコラたちが大人の女になったからってことかな。なあ、ココナチやシナモンの裸を見てもそう言えるショコラが素敵よね。でもショコラはちょっと前まではイー様と一緒にお風呂に入れてたんだから良いではないですか。
何年も一緒に入ってもらえてないというのに。はぁ、あ、息を殺して真っ暗闇にして歌唱が入ってくるの待ってたりするのにな。しても気づかれるって、歌唱もほんとすごいセンサーしてるわよね。シグルの難儀ね。はぁ、小さい体いいね。僕も可愛く生まれたかったなってお風呂入るたびに思うよ。そんなことないってば。なっちゃんはめっちゃかっこいいスタイルしてると思うし、それにね、おっぱいは人類の宝なんだよ。もっと自信持っていいと思うな。まあ、しぐれ様が顔をうずめて気持ちいいと喜んでくれる時だけはそれなりには嬉しいけど。シナモンほど自分の胸に自信は持てないかな。私ほどじゃないにしても、なっちゃんももっと誇るべきだよ。絶対にその方がいいってば。人類全員におっぱいがついてたら戦争なんて起きないって聞いたことあるし、はい、そこのおっぱいキャットさん、お背中流します。追加してやっからな。ほれ、ズボン。にゃーん。せっかく体洗ったのに、シナモンまた潤っちゃう。シナモンは本当に最強ね。後でちゃんと湯船で温まらないとダメですよ。はーい、わかった。よいしょ。午後9時30分、湯上がり。風呂上がりの冷たい牛乳はいいわね。お風呂上がりの冷たい牛乳はいいわね。そう
うですね。おっぱいが大きくなりそうな感じで胸にピンピンくるのがいいですよね。バッカ、風呂上がりはコーラだろ、コーラ。喉が焼けるのがたまんねえ。ねえねえ、しぐれちゃん、この蛍光灯から伸びてる紐って何？昨日はなかった不思議紐。ああ、それは引っ張ると電気が消えるスイッチなのですよ。急に入り口のスイッチが壊れてしまったので、取り急ぎココナツにさっきつけてもらったのです。僕は大人、僕は大人。気にならない、目の前でショコラとバニラが紐を手してしてても気にならない、気にならない、気にならない。ココちゃんも一緒にテシテシする？する、僕もテシテシする。あんなことに夢中になれるなんて。子供ね。おめえも年食ってる割に十分ビビリだろうが。暗いところが怖いなら、提灯あんこみてえに頭から明かりぶら下げたりしたらどうだ？ああ、でもそうしたらトイレのドア開けてるときにその提灯が見えてうぜえな。殺す、あんただけは今晩中に殺すわ。ふん、お嬢カールが笑わせるわ。もうお風呂も入ったんだからやめようよ。2匹とももう大人なんだしね。とてめえ、ちょっと乳がでけえからって調子乗んな、このおっぱいキャットが。でし、そのアイデンティティしかないくせにご利用しが多忙にいいなとするのよね。でし、揺れるんだな。マグニチュード8はあるぞ。
なのつけててよく生きてられるわね。テシテシ。ものすごい邪魔そうなんだけど。テシテシテシ。もう10時ですか。ショコラにバニラ？はい。ん？他の猫たちも自分の部屋に戻りましたし、そろそろあなた方も自分の部屋に戻って寝なさい。もうちょっとここにいちゃダメ？別にダメということはないですが、どうかしたのですか？どうかしたってわけじゃにゃいんだけど、最近ご主人が構ってくれなくて寂しいんだって。いやー、そんなご無体な言い方。そうなんですか、ショコラ。いやー、だってご主人様ったらこんな時間になってもずっとキッチンでケーキ作ってるし。確かに最近は遊んでくれないどころか、釣れないことが多いよね。兄様には兄様のお考えもあるのでしょう。家族である私たちが理解してあげないでどうするのですか？つもりにゃんだけど。どうにもショコラは納得がいかないようで。同じ兄様が好きな身として気持ちはよくわかりますけどね。いいですよ。じゃあ今日はここで一緒に寝ましょうか。おお、しぐれ太っ腹。なら私もここで寝る。ええ、もちろんです。ベッドの広さは十分にありますから。はい、やった、すぐれちゃん大好き。ぎゅー、私もすぐれ好き。そんなにしたら苦しいでしょ。じゃあ電気消しますから、おとなしくベッドに入りなさいな。
眠くなるまでご主人様の小さい時のお話聞かせてほしいにゃ。はじめからそれが目的だったのでしょう。ショコラは兄様の昔話大好きですものね。私もちょっと興味ある、ご主人の鼻垂れ時代。私と兄様は年の差があるので、兄様の幼少期のことはよく知らないのですけどね。でも年が離れてるからこそ可愛がってくれてるとも思うので、ジレンマでもあるのですが。それもまたおかしいってこと、多分。ジレンマ？まあ、だいたいそんな解釈で合ってますけど。迷うのですもん。あ、やっぱりしぐれ様の部屋にいた。ショコラとバニラの話し声がしないから変だと思ったんだ。お部屋にいたでしょ。絶対にここだと思ったんだよね。あ、ココちゃん、シナモンちゃんも。なんでメイプルまで来てんだよ。一人で寝んのが怖くなったんか。そんなわけないでしょ。みんなが来てるっぽかったから、なんとなくよ、なんとなく。こそ、なんでここに来てんのよ。あたしはなんか楽しそうな匂いがしたからだよ。ま、おめえと同じだな。あずき、メープルも。あらあら、みんなまた戻ってきてしまいましたね。バニラだけしぐれ様と一緒に寝るのはずるいよ。そうだよ、抜けがけずるい。私もしぐれちゃんと一緒に寝たいのに。私は抜け駆けとかはどうでもいいけど、仲間外れにされるのは嫌だしね。楽しそうなことしてんなら私も混ぜろよな。
たまにはみんなで一緒に寝ましょうか。はい、みんなで一緒、いいと思います。みんなで一緒はいいね。楽しそうでワクワク。じゃあ失礼して。私も失礼して。あ、ショコラちゃん、もうちょっとそっち詰めてくれる？うん、分かった。え、ちょっとみんなで一つのベッドはさすがに。ベッドに入らないじゃない。んなこと言ったって、こっちも限界だって。バニラもっとそっち行けよ。もうかなり細長くなってる。これ以上は無理。ちょっと待って、これはかなり苦しいのですが。横になってギュッてし合ったらどうかな。ナイスアイデア、ショコラ。かなりの小スペース。キュー、ちょっと左右からの圧迫感が。じゃあサイズ的にココナツが小豆抱きなさいよ。それなら収まりいいでしょ。小豆の寝相壊滅的だから嫌だよ。メープルこそ抱いてあげなよ。勝手なこと言ってんじゃねえ。こっちだって無駄な乳で窒息するのはごめんだわ。ベッドに7人とか狭い。寝れるわけないでしょうが。ネコパラ